結婚だってそう。なんで妊娠したらなの？勝手に芸人も辞めてさ、なんかもうさ楽しくないよ。だって別々の人間だもん。それ楽しくない時だってあるよ。それをお互いこう支え合って一緒に生きていくっていうのが、もうそんな生活だけにまみれたくない私は。楽屋空いてなくて。はあ、だったら別の人にしてよ。すいません、すぐ直します。なんかつてとか必要だったら言ってよ、気軽に。スペインで朝からすか。選手がかわいそう。まもなく発信いたします。待てよ。はい。ちょやめて。この間 40% オフ。あれ体調悪いから休んじゃう。てだって。じゃあね。ね、何ケネちゃん。新番組。金城さんって歯医者のマネージャーさんですよね。こちらのプロデューサーをやってほしいんです。プロデューサーですか？ちょっとタイプかも。指が綺麗だったよ。注目の素人さんを番組で探していて、やっていただけないかな。僕 FTM なんですよ。トランスジェンダー。炎上っすか？差別してるのそっちなんじゃないですか？君のしたことは仲間を後ろから切りつける行為。お前さんに流行りだよねって言われた時、同じぐらいざわざわっとしたんですよ。ヨシさん一人で戦ってたんですよ。ケイちゃんと結婚する資格あるかなって思って。どういうこと？しんどい。勝利が見てきたものとか考えてきたこととか、私はそういうのを大切にしたいなって。忙しいからって他人的になったらあかんで。